庭園の後継地図アンダーソン日本庭園はアメリカ合衆国入りの一周ロックフォードにある日本庭園である。面積は5万7000平方メートル。庭園は1978年に実業家ジョン・ R アンダーソンの家に作られたものでアンダーソンと庭園設計家クリス・タイチによって設計された。ポートランドの日本庭園を訪ねたアンダーソンはその風景に打たれ、 ポートランド日本庭園の造営に関わったクリスと連絡を取り、ロックフォードの家の護衛ーカーほどの森を同じような庭園にするよう依頼したのがきっかけである。アンダーソン日本庭園では日本の言語、芸術、文化に関する講座が行われている。1992年にアンダーソンは国際親善と日米の相互理解のための活動により日本政府から銀牌を授与されている。 1995年からは、茶会、聖火、書道のデモンストレーションや、盆栽の展示などを行うロックフォード、日本芸術祭を主催している。1998年、アンダーソン夫妻は庭園を非営利団体に寄付した。この庭園には、年間2万から2万5千人の訪問客がある。庭園は、地宣会有識で造営され、いくつかの池や潜水。 岩、象形などから構成される。また、スキア作りの茶室がしつらえられている。また、現代の日本庭園に触発されたリフレクションの庭があり、カール・ミレスによるブロンズの天使像が配されている。植栽は、イロハモミジや、松、アザレア、拳やシャクナゲなどである。また、色鮮やかな魚やカモなど、多様な生き物が息づいている。 2004年、アメリカの日本庭園専門雑誌、Journal of Japanese Gardening は、北米にある日本庭園のランキングを行い、本庭園を最も優れたものとして評価している。A.B. Anderson, S. Japanese Gardens, The American Hawk Life Center, Hatt Nos America's Top 25 Japanese Gardens, Journal of Japanese Gardening. ありがとうございます。